こんにちは、鈴木です。こんにちは、富田です。今日はドロロンステッカーの動画ということで、はい、なんか思い入れがあるんですか？いや、もちろんあの思い入れはあるんですけれども、あのまさか、この商品紹介でこのドロロンステッカーの動画を撮影するなんて当初全く思ってなかったんで、あの自分自身もちょっと驚いてますね。これも社員一度そう思ってたと思います。いや、あの、私があの思いついたアイデアをいつも鈴木があのデザインをしてくれて、あのパッケージにしてもそういったものも全てデザインしてくれるんですけども、最後の最後まで、あの本当に作るんですかって言ってた言ってましたよ。はい、大丈夫ですか？はい、でうちのアバルトのデモカーにその、アドレナリングリーンっていうあのカラーコードでいうと566っていうカラーの、差し色のデモカーを作るということで、あの作り始めたんですけれども、私の中でどうしてもあのアドレナリングリーンっていう色がもうスライムのようななんか印象で、あのちょっととろけてるようなイメージがどうしてもこうあのイメージの中にあって、あの無理やり作ってもらうようにお願いしたんですけれども、まあ、あのイベントに出してみるともういろんなお客さんがこの休校のところの話ばっかりこうするんで、いやごめんなさい、実はこれ商品じゃないんですよって言うとものすごく驚かれて、いやそれ大丈夫かなって思いながらも、まあ、商品にしたら非常にご好評をいただいてまして、で9月30日が発売だったんですけど、ちょうど1ヶ月後がね、あのちょうどハロウィンの、そうですね、はいはい、ハロウィンのタイミングだったんで、このドロロンステッカーの赤がその 1、2週間、ハロウィンの 1、2週間ぐらい前から突然売れ始めまして、どうしたんだろうと思ったら結構ネット上でバズっておりまして皆さん、あの給油口だけじゃなくって、このこれを加工していろんなところに貼られる方がいらっしゃって、でやっぱりそういう方からはやっぱりその給油口の形ではなくて、あのこのまっすぐになってるやつもちょっと出してほしいという声があって、まあ今に至るという感じですね。たまたまあれインスタグラムのせ、はいはい、フィアットのあの前面ですかね、前の方にこれをまっすぐに切って貼ってたんですよね。はい、はい、そうなんです。これでも問い合わせもありました、お客様。あ、そうですね、はい、まっすぐのがあるんですか？そう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 、ないんですっていうないんです、切って貼ってるんですよ、はい、いう連絡もありました、はい、でまあそういう声がたくさんありまして、まああの晴れてまっすぐドロロンステッカーが出来上がったわけです、はい、ね、その名もまっすぐドロロンステッカーっていう商品名です。あのまあ、とにかくその、まあ、あのフィアットアバルトっていう、まあ、ちょっと ユーモラスだっていうか可愛らしいお車で、ちょっとこういった部分でもこう遊んでもらいたいなっていう思いであの作らせてもらいましたので、いや本当にこれだけ好評いただくなんてもう嬉しい限り、はい、本当ですね、嬉しいですよね、はい本当に嬉しいです。これ色も増えていくんじゃないかとドキドキしてます、はいはい、あの結構グレーも増やしてほしいという声も上がり始めておりますし、はいはい、あのニーズがあればなんとかその期待には応えたいなと相変わらず思っております。はい、と、はい、いうことで12月3日、はい、土曜日ですか、これ日曜日です。あ、日曜日ですね、はい、日曜日の、発売ということで、はい、同時にイベントもその12月3日はありまして、愛知健康の森というところで愛知トリコローレというイベントあります。おそらく年内これらのイベントはあの最後じゃないかなと思うんですけれども、その日に、リリースしたいと思います。こちらの給油口も現在発売中ということで、はい、こちらが12月3日、はい、そういうことになります。どうぞ皆さん、両方とも、遊んでください。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。
you